はいはいはい。ともきさん、ともきさん、質問に来てます。はい。大学院から筑波大学選んだ理由を教えてください。まあ、サッカー指導者になるために筑波に来ました。将来はどんな指導者になりたいですか？日本を背負って立てる選手を、育てられるようにここで学んでいきたいです。一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。